こんにちは、谷口孝太郎です。本日はネットワークスペシャリスト試験を受けてきた令和5年度バージョンという動画を撮ろうと思います。で毎回恒例なんですが、まあ午後1で死亡してます。感覚としてはもうダメだったなっていう感じです。もう毎回恒例なんでね、この動画意味あるのかわかんないですけど、まあ一応次回につなげるということで今日思ったことというか反省事項とか、 あと今回勉強して良かったこととかを話しておこうと思います。まず今回午後1爆死したんですけど、去年は午後1の問題開いた瞬間にあ、もうダメだってなって、試験中に帰ったのか試験終わってから帰ったのかわかんないけど、午後に受けないでもう帰っちゃったんですね。それに比べると今回は一応午後2まで行って、 いたっていうところで、午後1問題に対して圧倒はされなかった。というか圧倒はされたんですけど、その対抗したというか、今年一応午後1対策を結構重点的にやったんで、まあ,あの対策の効果はあったなっていう感じですね。ただ、ちょっとね。偏り過ぎたっていうところがありまして、知識系の対策を全然してなかったってところですね。午後1対策として、私は今年やったのは。 とにかく長文になれるっていうのをやりました。なので、ひたすら、あの、17時間かけて本を前から後ろまで全部読むとか <laughs>、問題は解かないで、とにかく過去問読むだけ、とにかく読み慣れようと思って、読むの早くしようと思って、解かなければ読むのは結構できるってことに気づいて、だから問題解かないで、とにかく読むっていうのを、まあやったんですね。まあ通勤電車とかでやったんで、毎日1問分だけ読むみたいな感じで、午後行っ 過去10年分全部読んだ感じになって、初めて読むわけじゃないのか、もう5年くらい受けてるから。一回は読んだことあるんですけど、なんか、まあ、読み慣れますね。長文でもあんまり疲れなくなったっていうのがあると思いますあと、今までは、勉強のなんかやる気を出すために万年筆を買ってたんですけど、今回はシャープペンシルの気に入ったやつを買いました。いつも使ってるペンで本番も 受けた感じになって、その辺良かったなって思います。来年受けるとしても、シャーペン使うとか、長文ひたすら読むみたいのは、訓練としてはいいかなと思いましたね。あとですね、今回ね、午前1から受けたんですよ。午前1免除番号っていうのあって、はがき来てたんですけど、子供のなんか絵本の棚に入っちゃってたんですけど、で、今回午前1対策もほとんどしてなくて、で、午前2対策もほとんどしてなくて、午後1対策だけですね。午後1対策も、とにかくなんか、文章慣れするとか、 長く書くなれ、みたいな。速攻サプリっていう問題集があって、午後1対策としてはめちゃくちゃいい問題集でしたね。過去を受けてきたやつは、午前対策結構やってたんですよ。単語とかはすぐパッて出たんですね。今回ね、単語が全然出なくて、特に悔しいのが、カスケード接続って多分答えが合ってたと思うんですけど、なんかね、スイッチをね、直接線で繋ぐみたいなね、やつで、カスケード接続が出たのに、あれカスケード接続じゃないよなって思って、 出しちゃったんですよ結局午後問題に関しては後で書こうと思ってたやつは結局時間足りなくて空欄で出すことになっちゃうんで他に答えが思いつかないならもう書いとくべきですね合ってる可能性があるんで今回多分ね50点取りりゃいいかなっていう出来なんですよねなんかね奇跡が起きるとか下駄が発火されるとかわかんないけどねそれ採点が甘くなるとかねそういうのがもしあった時にねその2点が効いてくる可能性もあるんで多分2点だと思うんですよそのカスケード接続 いやー悔しいなって。そういう用語系のやつがパッと出なくて、出てんのになんか自信がないとかね、そんな感じだったんですよね、今回。読んでね、答えるっていうのは、逃げずにというか、戦うことはできたんですけど、今回ね、試験対策で、いいやり方見つけたっていう感じなんですけど、Kindle をかなり勉強に使いました。ただ読むみたいなのに使いました。過去問横持ちすると結構使えるよっていうのはちょっと伝えたいみたいな。持つとこつければね、結構、しっかり持てるんで、という、まあ、 感じですねじゃあまあ大した内容じゃないですけど、これから受けようっていう人とにかく思いついた答えは空欄にもう書いクく。空欄は、ねえ、だって絶対バツだからね。分かってんだけどね、本番なんか知らなきゃできないんだよな。毎回こんなんだよな。ちなみに、午後2話できました。<laughs> 午後2話も受かってるんですけどね。じゃあ、以上です。バイバーイ。